日本の放送送信所関東、甲信越地方の放送送信所埼玉県の放送送信所平野原送信所平野原送信所は埼玉県埼玉市桜区道場の鴨川近くに所在する埼玉県の地上デジタルテレビジョン放送及び FM ラジオ放送を送信する高さ約173メートルの電波塔である。周辺地域では深海タワーとも呼ばれる。 正式名称は NHK 平野原 FM 放送所とテレビ埼玉、浦和テレビ送信所である。埼玉市内で最も高い建築物となっている。電波塔は特徴的なロケットの形である。埼玉県南部、県央地域、東部、都根地域、東京23区北部、北多摩郡市北部、千葉県北西部、茨城県南西部及び、 群馬県南部を放送エリアとしてカバーしている。当項目では近接する NHK 深海ラジオ放送所についても記述する。各局の放送設備の概要は以下の通りである。各局の放送設備の概要は以下の通りである。NHK 深海ラジオ放送所平野、の幻想新書から南東約500メートルのところに もう一つ鉄塔が設置されているが、これは NHK ラジオ第1第2放送共用の予備送信書である。勝負区ラジオ放送所からの送信ができない時に使用される。通常でも年数回、勝負区ラジオ放送所で大掛かりなメンテナンスが行われる際の原力放送時に運用されている。0時59分頃の放送告知のアナウンスで、 通常の3 0 0ットから1 0ットに切り替えて放送しますが流れていれば、ここから送信されることになる。鴨川の東側堤防の水田地帯に、平野幻想新書と深海ラジオ放送所がそれぞれ立地しており、平野幻想新書は地固めがなされている。土手を越えると住宅街と小規模な工場が密集している。平野幻想新書近くのファミリーマート、 埼玉町屋4丁目店に隣接した埼玉市都市、計画道路、町屋、元太線とそれに続く市道は、新大宮バイパスと交差し、NHK 埼玉放送局、f m ナック5テレビ、埼玉局舎に近い浦和区と際の国道17号、県庁、第2庁舎交差点まで、ほぼ東西に一直線となっている。施設周辺は夜になると街灯がなく人通りも、 極端に少ないため、不法投機監視を目的とした埼玉市の監視車両による巡回が不定期に行われている。なお、国土地理院地図閲覧サービスから閲覧できる電子、国土基本図では、本施設は電波塔ではなく、高等として記載されており、深海ラジオ放送所の記載がない。ありがとうございます。